皆さん、こんにちは。オンライン日本語 N3 バーチャルクラスルームを始めていきたいと思います。今回は7番の文法、2体に関する文法を解説していきたいと思います。この文法は3つの使い方があります。1つ目、話し手が自分が得た情報で、 主観的に判断するときに使います。不確かな気持ちを表します。話し言葉でよく使われます。名詞みたいだ。動詞の普通形みたいだ。例文です。 教室に誰かいるみたいだ。電気がついてるよ。二つ目は、ある物事の様子や内容が他の物事に似ていることを表します。副詞、まるでとよく一緒に使います。 名詞みたいだ。名詞1みたいな名詞2。名詞みたいに動詞。名詞みたいにい形容詞。名詞みたいにな形容詞。例文です。 あの雲は、うさぎみたいに、見える。三つ目、例字を表します。名詞1、みたいな、名詞2、名詞、みたいに、動詞。名詞、みたいに、い、形容詞。名詞、 みたいにな形容詞。例文です。私は父みたいに仕事ができる人になりたい。仕事ができるは動詞なので、みたいにを使います。次に例文を見ていきましょう。1。どうして 山田さんはそんなに落ち込んでいるの会議に遅れて社長に注意されたみたいよ。繰り返します。どうして山田さんはそんなに落ち込んでいるの会議に遅れて社長に注意されたみたいよ。 2. 山田さんは富士山みたいな高い山に登るのが好きで、休みの日はよく登山に行きます。繰り返します。山田さんは富士山みたいな高い山に登るのが好きで、休みの日はよく登山に行きます。 2番の例文は、例字の使い方です。3. あの子猫は赤ちゃんみたいな声で泣いている。もう一度繰り返します。あの子猫は赤ちゃんみたいな声で泣いている。3番の例文は、他の物事に似ている意味を表します。 では最後に会話文の中でどのように使われているかを見ていきましょう。少しきつい。サイズが合わないみたいだ。以上でオンライン日本語バーチャルクラスルーム N37 番の文法みたいの解説を終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。